希望を願い、呪いを受け止め、戦い続ける者たちがいる。それが魔法少女。奇跡をつかんだ代償として、戦いの運命を課された魂。その末路は、消滅による救済。この世界から消え去ることで、絶望の因果から解脱する。いつか訪れる終末の日、円環の断りの導きを待ちながら、私たちは戦い続ける。悲しみと憎しみばかりを繰り返す、この救いようのない世界で、あの懐かしい笑顔と再び巡り合うことを夢見て。おはよう、マドカ。ママは？
達也が言ってる。手伝ってやって。はい。ママ、ママ、朝、朝、ママ、ママ。起きろ！ねえ、おお。最近どんなよ。ひとみちゃんがちょっと大変。なかなか上条くんと予定が合わないんだって。うんうん。まあ本当に難儀なのは付き合うようになってからなのさ。めげず焦らず諦めずだよな。はい。先生はちょっともう急に世界の終わりがどうとか言い出し、やっぱり相当落ち込んじゃってるのかも。あっちゃ、そろそろこっちで何かセッティングしてやるかな。和子先生どうしてモテないのかな。結構可愛いとこあるのに。あいつは昔から高望みが過ぎるんだよ。まあ良くも悪くも妥協しねってのがな。よっしあ、それからね、今日から転校生が来るんだって。へえ、こんな時期に珍しくない？どんな子かな。お友達になれるといいな。キュウキュウキュウ。あーおっと、セーフ。はい、残さないで食べてね。はい。コーヒーおかわりは？うん、いいや。よし、じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。さあ、まどかも急がないと。え、あ、行ってきます。行ってらっしゃい。ぎゅっ。触れた心は輝いた、鮮やかな色になって羽ばたくよ、希望を乗せて。
大体一人で抜け駆けして宿題やっちまうなんてひどいのはさやかの方じゃねえか。帰ってすぐ一緒にやろうって言ったのに、テレビなんか見てるあんたが悪いんでしょ。ねえちょっと二人とも、ああやっぱ魔法少女と学校の両立なんて無理なんだよ。遊んでる暇なんかありゃしねえ。まず遊ぼうって発想がおかしいんだ。どうなの。皆さん、マヤ暦で予言された世界の終わりをやり過ごしたからっていい気になってませんか。いやいや、まだまだこれからですよ。とある宗教の祭礼の日に合わせて日食と月食が6回起こっちゃうという話です。怖いですね。まずいですね。それに2050年までに何が起こるかといえば、はい、中澤君。いや、ちょっと何のことだか。いけませんね。あちらの国では 41% の人々があと40年もしないで神の子が再臨すると信じているそうです。黙示録のラッパが鳴っちゃうかもなんです。まあでもね、先生、世界が滅んじゃうのもいいかなって思うんです。男女関係とか恋愛とかもうたくさんですし、このまま死者誤入して40歳とか言われるぐらいなら、もういっそ何もかもおしまいになっちゃった方が。あの、ちょっと先生。はいはい、そういえば今日は皆さんに転校生を紹介しないと。忘れてたのかよ。じゃあ明美さん、いらっしゃい。明美穂村です。どうかよろしくお願いします。明美さんは心臓の病気でずっと入院していたの。久しぶりの学校だからいろいろと戸惑うことも多いでしょう。みんな助けてあげてね。はーい。それじゃない。じゃああの子もまさか。席は中澤くんの隣が空いてるわね。じゃあマミさんは知ってたんですか。ごめんなさいね。でもついついみんなをびっくりさせてみたくなっちゃって。本当は夕べのうちにご挨拶しなきゃいけなかったのに。あ、もしかして夕べのナイトメア退治、私たちが追い詰めた先で待ち構えてたのってマミだけじゃなくて。ええ、明美さんにも手伝ってもらったの。すごいのよ彼女の魔法。コンビネーションで攻撃力を何倍にも圧縮できるんだから。私にできるのはサポートだけで、攻撃そのものはカラキシですけど。へえ、でも頼もしいじゃん。ここんとこナイトメアも大物ばっかり出てきて手こずらされてたし。まあ実力は昨日で証明済みってことならね。私も別に文句はないよ。改めて明美穂村です。これから皆さんと一緒にこの町のナイトメアと戦います。どうかよろしく。一緒に頑張ろうね、穂村ちゃん。綺麗だね。え？穂村ちゃんが転校してきてもう1ヶ月か。変だよね。ずっと一緒にいるみたいな気もするし、あっという間だったような気もするし。今夜はナイトメアも出ないままみんな幸せに眠れるといいな。なんだか不思議。こんな風にね、穂村ちゃんとゆっくりお話がしたいなってずっと思ってた気がするの。変だよね、なんでもないことなのに。また明日になれば学校で会えるんだから。そうね。でも私も一緒、こうしてまどかと過ごせる時間をずっとずっと待ってた気がする。
遅くにごめんなさい。あの、今週の日曜日って何か予定はありますかしら？うん、ごめんね。その日もレッスンに使わなきゃならないんだ。次の発表会までもう間がないからね。あ、そうでしたか。いつもいつもタイミングが合わなくてごめんね。そんなことをお気になさらずに、私頑張っている上条くんのことが大好きですから。うん、じゃあまた明日学校で。はい、おやすみなさいませ。そうですわ、いつも頑張ってる上条くんはとっても素敵で凛々しくて私大好きですけれど、たまには私のために頑張ってくださってもいいのではなくて。もう日曜なんていりませんわ。発表会もなくなってしまえばいいのですわ。こうなったら私私は美容の天敵なんだけどな。二人ともふざけてないで真面目にやらないと危ないのよ。はーい。まどかとホムラは遅れてしまってごめんなさい。二人とも遅い。ごめんね、さやかちゃん。みんな、はい。Yeah.
ゆうもうゆうゆうべべ違う。私はラズベリー。丸いケーキは赤い。ケーキは今日こ私はチーズ。丸いケーキは転がる。ケーキは君さん？違う、います。私はかぼちゃ。丸いケーキは甘いです。ケーキはまどか。違う。私はメロン。こらこら、油断は禁物よ。今日だってちょっとヒヤッとさせられたわ。そういうお説教はごめんだね。まあケーキと紅茶があったら別だけど。おいこら京子、いいこと言ってんじゃないわよ。仕方ないわね。みんなうちに寄っていく？はい。この前のカモミールティー、あと1回分ぐらいは残ってるわよ。あれすっごく美味しかったです。あと新しく封を切ったエキセアもあるけど。酸っぱいのは嫌だな私。京子の味覚はお子ちゃまだな。なんだとこら。ベチャコベチャコシー。はいはい、ベベにもご褒美がいるものね。ちゃん、どうかしたの？なんでもないの。
私たちの戦いってこれでよかったんだっけ。このことみんなにはしばらく秘密にしておいて、私だけでまだちょっと調べたいことがあるの。バカ、こんな妙なことほっとけるかよ。大丈夫、ここは気づかなかったふりをしてた方が安全だと思う。え、むしろ下手に動けば動くほど追い詰められていく。これはそういう類の罠でしょうね。心当たりがあるのか。だからこれ以上動いて目立つより、ここからは私一人に任せて。私たちを騙していた奴は、今日までそれ以上何の手出しもしてこなかったんだもの。おとなしく騙されている限り、危険はないはずよ。わかったよ。私の記憶、確かにいろいろと食い違ってるのかもしれない。さくらさん、妙なんだよ、こんな強気な明美ホムラは初めて見るはずなのに、全然意外って気がしねえ。むしろしっくりくるぐらいだ。覚えているのは私だけなの。そう、私はこの手口を知っている。閉ざされた幻の空間、獲物を誘い込んで惑わすための出口のない迷路。間違いない。ここは魔女の結界だ。魔女、それは絶望を撒き散らす最悪の使い。そして絶望に沈んだ魔法少女たちが最後になり果てる呪われた姿。
かつて私は幾度となく同じ時間を繰り返し、その残酷な運命に抗おうと戦った。そして最後は一人の少女の犠牲によって、希望と絶望をめぐる残酷な連鎖は断ち切られ、世界は新しい断りへと導かれたはず。なのに私たちは忘れている、いや忘れさせられていたのだ。誰かが私たちの記憶を欺き陥れようとしている。この偽りの御嶽原の町で、ベベったら、あんまりお行儀が悪いとチーズになっちゃうわよ。マジョモプカマンベール、マジョモプカマンベール、モゲモペ。本当に仲いいですよね、マミさんとベベ。そういえば初めてマミさんと会った時もベベと一緒でしたよね。ええ、ベベは昔からの友達だもの。モペ出会ったのはもうずいぶん前、カナメさんやミキさんよりも付き合いは長いのよ。どうしてベベがトモエさんのところに来た。繊細な心の持ち主で、あの人の前で真実を暴くのはいつだって残酷すぎて辛かった。忘れたままでいたかった。今まで自分が一体どれだけの人の心を踏みにじってきたかな。悪事をなさる。こんな回りくどい手口を使って一体何が目的なの。もじゅんじゅんべじゅん、もじゅもぷかまんべる。事情がわかるまで話を聞いていたかったけれど、これ以上ベベがいじめられるのを黙って見ているわけにもいかないわ。まさか最初から。どういうことか説明してくれる？その子が何をしたっていうの？あなたはベベに騙されている。ここは本当の御嶽原じゃないわ。みんな偽物の記憶を植え付けられてるの。あ、ちょ、明美さん一体どうしちゃったの？そいつを守るつもり。追いかけようなんて思わないで。さもないと私と戦う羽目になるわよ。
私たちが生んだスピリット一ひらずつつながり合って折れない翼へと育った礎はなるワールドインテンションメリズムに乗ろう輝かしきワールドインテンション汚されないと取り締めすワールドインテンション雲突き抜けて香らんたるワールドインテンション私たちの物語がまた始まるのどうしてベビーを襲ったりしたあいつは魔女よ私たち魔法少女の敵なのよ思い出して魔女なんて知らないわ私たちの敵は魔獣でしょそう私はずっと魔獣たちと戦ってきたじゃあナイトメアって一体みんなを巻き添えにしてこんなありえない世界に逃げ込んだ者がいる魔獣と戦う使命に背を向けてそんな弱さ許されていいわけがない魔法少女は戦い続けなければならないそれが奇跡を願った対価そんな私たちだからこそあの子は身を挺して救おうとしてくれた万劇まどかの犠牲を無駄にしているだけよ許せないなきゃおかしい事柄なのかいいえ知らなくて正解よおいこらからかってるんじゃねえぞじゃあ要まどかはあ彼女のこと覚えてる当たり前だろ何よ おいまさかええあなたが彼女のことを知ってるはずがないその記憶は偽物よ悪い冗談としか思えねえこんな簡単なこと少し考えれば分かったはずなのにマドカがいる世界を捏造できるとしたらそれはマドカのことを知っている者だけこれで分かったわ私たち全員の記憶を書き換え偽りの御嶽原に閉じ込めた張本人が誰なのかおいホムラ大丈夫か今どこにいるんだに一つだけ確認したいことがあるのそれで全てに決着をつけるわあなたの手は煩わせないおい
巻き込んでしまってごめんなさい。ソウルジェムを手放しても私の体が動くとしたら、せいぜい100メートルが限度のはず。少女でさえないってわけ。どうしてよ。ねえ。どうして私がこんな。一体いつの間に。私は魔女になってたの。一番辛いのはあいつ自身なんだ。笑えねえな。待ってくれ、あれはアケミホムラなんだ。君たちは仲間と戦う機会。キューブ。へえ、あんた普通に喋れたんだ。残念だわキューブ。これでもうベベの話を信じるしかないみたいね。マドカ、
君ならホムラを救えるはずだ。君が持っている本当の力に気づきさえすれば。そいつはほっときな、マドカ。大丈夫、さっき私が教えた通りにやればいい。
壊せばあんたは自由になれるんだ。ホムラ、インキュベーターの干渉を受けないまま外の世界で本当のマドカに会える。しまったのか、さやかも、あんたのベベも。いいえ、今ようやく彼女を連れていくところよ。あれがカナメマドか。いつか私たちを導く円環の断り。そうだった。私は穂村ちゃんのためにこんな大事なことを忘れてたなんて。ま、余計な邪魔が入ったからね。ちょっとした回り道になっちゃったかな。やれやれなのです。待たせちゃってごめんね。今日までずっと頑張ってきたんだよね。どこ？さあ、行こう。これからはずっと一緒だよ。ええ、そうね。この時を待ってた。あ、穂村ちゃん。やっと捕まえた。何よこれ、アケミさん。ソウルジェムが呪いよりも恐ろしい色に。何なのあれ、欲望、執念。いや違う、アケミホームだ。あんた一体
理解できないのも当然よ。ね、誰にわかるはずもない。この思いは私だけのもの、まどかのためだけのもの。アムラちゃん、ダメ、私が避けちゃう。言ったはずよ、まどか。もう二度とあなたを離さない。世界が書き換えられていく。この宇宙に新しい概念が誕生したというのか。そういえばあなたは覚えていなかったわね。私にとっては二度目の光景だけれど。何が起きているんだ、明美穂村。君は何に干渉しているんだ。何を改ざんしてしまったんだ。ふん。信じられない。呪いに染まったソウルジェムが、消え去るはずの君の魂が、なぜ。思い出したのよ。今日まで何度も繰り返して傷つき苦しんできた全てが、まどかを思ってのことだった。だからこそ今はもう痛みさえ愛おしい。私のソウルジェムを濁らせたのはもはや呪いでさえなかった。それじゃあ一体。あなたには理解できるはずもないわね、インキュベーター。これこそ人間の感情の極み。希望よりも熱く、絶望よりも深いもの、愛よ。君は一体何者なんだ。魔法少女でも魔女でもなく、一体どこにたどり着こうとしてるんだ。そうね、確かに今の私は魔女ですらない。あの神にも等しく聖なるものを貶めて蝕んでしまったんだもの。そんな真似ができる存在はもう悪魔とでも呼ぶしかないんじゃないかしら。